たいと思います。ちょっと大きめの穴で、低調も高い穴なんですけど、異物加工というだけで、医療衛生とかやってた場所なんですけど、低調が高くなったんです。それと衛生管理のためが通風も良くて、穴の中は地熱で熱いんですけど、その熱を逃がす仕掛けがされている工事になってます。大変珍しいものなので、皆さんに一回入っていただいて、その当時のこの穴の中っていうのはどのぐらい厚かったのかっていうのをちょっと体感したので、ちょっとお願いします。それでは、そこ行こうか。壁画って大きいな。びっくりした。すごい。これ玉の跡ですか、丸いのは。玉の跡です。ああ。コーダーの跡になります。これ実はつい先。あ、1号車ね。これはイブ加工とつながってる。はい、そして、つい最近見つかった工事があります。要は、こうっていうのはあるんですけど、アメリカ軍が攻めてきた時にですね、日本人が穴から出られないように火炎放射器ぶち込んで砂で埋めたんです、穴を、うんうん、はい、なので、実際穴っていうのはそう硬い見つからないんですよ。塞いでしまったので、戦時中に、はい、で、ある程度今探査機を使って空洞になってるなっていうところをある程度探して、はい、そこに壕があるんではないかって掘ったりしております。なのでまだ未だに見つかってない壕っていうのは数いっぱいあります。じゃあ本当にその辺をやってみたら、草刈ってみたら穴があったとか、そういうことなんですか。そうですね、分かんなかったら道の下通ってるっていうのもあるんですね。はい、さっき言った兵団司令部号 の、はい、道路、向こうまで穴が続いてると言われてますね、道路の。といって隆起したりして一度崩落してるんで、穴を引っ込みてそこからたどり進んでいくってわけにはいかないんで。そうですね。で、要はその地殻変動で結構地面からの盛り上がりで、もう穴じゃない状態になってる強度がもうあります、ね。うわ、雨降ってきた。はい、ここで待っててください。はい、
もしかしてこういうの借りるの？